3人とも別々の所属、うん、フリーということで、はいはいはい、ご自身の会社のいいところやフリーで良かったところなどを聞き合ってほしいです。聞きたい逆に、うん、2時3時3時うちはね断然ね、うん、人間関係本当に、何株上がった今し、あ、本当株上がって何何何何何人数いるから、人数いるから本当に、うん、友達がめっちゃできるし、確かに仲良くなるよ。なんか離れられない本当に。から離れられない。うわあ、これいいことなんだよね。しげさんは2時3時以外無理だと思います。いや文章読めないから甘やかされてるしな。そうですね、うん、2時3時さんは文章読めなくても大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。今日も一緒かな、やっぱフォロワーで、うん、メンバーたちと一緒に、うん、なんだろう、高め合っていける。ああ、そうだし、だから憧れも持てるし、その、尊敬したりとか、うん、この人のことすごいなーみたいな、うん、風に思いながら自分も頑張ろうってできる、尊、う、敬、ん、できる人たちばっかりだから。それは違うね、じゃん。違うの、あれ違うの、え、いい、同じじゃないのそれ。違うかった、違うかった。友達にそういう感情ないから。あるじゃん。あ、もう、さっき言ったの台無しじゃん。ないのないの、ないの、うん、平行線だね、一瞬。さっきのさ、仲間が良くて離れられないって何だったの、うん、え、ただ仲がいいだけ。喋ってて楽しいとか。友達ね。ね、そう、友達がいっぱいいるよ。え、うん、え、うん、うん、そう、そうなんだ。そうなんだ。そう、そう、そう、そう。犬もいいか、まあ、友達。まあ、まあ、尊敬はしてない。言わなくても。高め合ってもない。ないの。これなんかこう全然平行線平行線、そういう感じ。それがいいのもね、変わらぬものの良さもあるからね。ああ、そうなんですよ。椎名さんがちょっと配信やってないなと思ったら突っ込んであげるとやりやすんで。あ、だからさ、外部の人と会ったら高まるんだよね。やばい。コヨちゃんからとかフォローの話とか聞いたら、コヨちゃんとか見てたりしても、あ、自分やらなきゃ。二十見てたら、いや、まあ、楽しく過ごせればいいか、みたいな。本当に高め合ってない。本当にそうなんだ。毎日楽しいみたいな感じになるから、本当にね、努力が。ちょっとなんか、もう、ダメ、語弊ありそうだよ、それ。パトがなんか、うん、結構前に会った時に、うん、椎名さん最近ソロ配信少ないねって言って、うん、言ってる、増えたんでめっちゃ増やしたよ、本当に。そう、あ、そう、いいスパイスやろうかなって思って。リスナーも多分、うん、ソロ見たいんじゃないって言ったらなんかめっちゃ増やしてめっちゃ可愛いな。その後洗脳受けやすいとか言うけど、影響されるんだよね。影響されるね、素直ですね。素直で、いや、いい影響を受けてる、本当に。ああ、で、そう言ってくれればね。なんかいい、いい話だな。あ、なんか終わるかい。あ、終わらないけど。どうですか？でも、だってね、あとちゃん、それこそね、友達いっぱいいるけど、やっぱ個人って、メンバーに頼るとかさ、できないからさ、しかも個人になったからね。そうだね。もう1年経つんだけど、なんだろう、その、ソロはソロでいいところはあるかな。でもそれ全部自分でやれるっていうのが、うん、悪い意味でもあるし、うん、いい意味でもあるって感じがするかも。なんでも、なんか依頼が来ても全部自分で対応しなきゃいけないし。うん、大変だよね。そうそう。でも交渉とかも全部自分でやったり。大変だよね。そう、でも、
ね、ジホロさんいつもありがとうございますって言われて、結構ね、なんかお仕事くれるんでね、一番の人でもお世話になってますね、ありがとうございます、そうで、いやいやいや、そういうなんかフリーで好きにできるっていうのはあるね。確かに自分のやりたいことだけやれる。だけとは言えない。まあ、でも選びやすいのはあるね。忙しそうだからね。そう。何が？何が？あ、こいつが自分にはもうそう。見てたらもうやばいもん。そう。慣れだよ、慣れ、慣れ。連絡がね、うん、いっちゃん大変。連絡はやばいぞ。もう事務作業が自分ですもんね。そうそうそう。え、なんか自分の、うん、やってる楽しい、なんか。趣味とかさ。おかんみたいな。大丈夫？え、おかんやってないんじゃないかなって。やってるやってるやってる。ほんと？やってる、全然やってるよ。うん、活動が趣味じゃないですか。そうなんだよね、ゲーム。仕事が趣味ってなってるでしょ、あなた。それ、会うたび言うの。いつも言ってんだ。本当に会うたびね、開口一番にそれ言うの。ちょっと遊んでる、大丈夫？痛いな、マジで。そうがいいよ。そう、仕事の人間になっちゃうよ、本当に。いや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 、好きにやってるからね、だいぶ。結局やりたいことが活用だね。そうだね。好きなことが仕事になる。え、でも二人の寄ってるの見ると、お、頑張んなきゃってなるよ、全然。なるなるなる。あ、ドンキ頑張ってんな。ドンキ。サイレントヒル。頑張った。あるあるある。確かに。やってんなって。そう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 。これは、あ、ロスじゃやってくれてる。あ、めっちゃ喜んでるから。そう、まあ、進めたやつ結構すぐやってくれる。影響されそう。そう。やりたくなるんだよね。素直すぎる。でも嬉しい。進めたやつやってくれると嬉しいからね。おもろかった。え、でもガチでハマってたよ。めっちゃおもろかった。本当にハマってた。マジでハマった。ガチ。良すぎる。キャラが好きすぎてみんな。わかるわかる。いいなってなったね。パトちゃんだってまだやってないんだもんね。やってやるやる、ジャッジアイズが続いてんのか。そう、ジャッジアイズ一作目。はい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 。1、2やって、もう一回1やって。え、何何何何そこまでハマってたの？なんか、1の頃ね、わかんなかったことがね、2になって。わかるから、振り返るってことか。そう、あ、こいつこんなんだったんだって。そうそうそう。裏面知ったね。見たら。ある。じゃあ、シーナもちょっとファイナルファンタジーを。あ、そうですよ。え、ここやって。そう、まずい。マジで？何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 で？え、ナンバリングは何がよかった？いやー、結構ね、ものによるけど、シーナはストーリーがある方が好きだから、いや、でも、どれ、どれ好きかな？どれ？でもね、天は好きそうと思って。天は好きそう！それじゃないまでなんです。え、そうなの？あー、でもなんか、わかるでしょ。わかる。わかる。ね、ちょっと、素直、素直。私、ひねくれてるから。ひねくれてる。ひねくれてる。え、じゃあ、あるかよ。4良さそうよ、4。あ、4はひねくれてる ?4 はね、なんかひねくれ方がおもろかった。すごい好きだった。あ、じゃあ、ありかも。4だな。4。ひねくれ方おもろいのいいな。そうですね。おすすめやな。あ、4じゃあ、いいね。やってみたさあるわ。そうなんだよね。なんか曲がってないとね、はまらないから。ありえないじゃんってなるとちょっと良くないんだよな。あー、そういう系か。うん。こよりやってないからね。ニーヤは？あ、ニーヤ。ニーヤ言うよね、なんか。ニーヤやってない。やってない。ニーヤはいいっすよ。でもなんか周回するゲームみたいな。あー、そうかもね。ちょっと迷ってはいる。確かに結構、オートマの方がまだ周回しやすさはあるけど。ええ、おもろいんだ。おもろい、いいね。なんかね、作ってる方がハッピーエンドを全然作ろうとしない方なんで、そう。ぐちゃぐちゃにさせてくれる。ここは、もう、横を呼び？横を先生は。ハッピーエンド中なんだよね、私。どっちだよ。めんどくさいですよ。めんどくさいじゃん。だから、
ドとか、うん、ああいうのが多分あゼノブレはいいですね。そう、話、うん、そうそうそう、最終的にはいい感じに終わってほしい。あ、確かに、ま、のこの世界のハッピーを見たいって感じですよね。そう、個人はいいんだけど。あ、でも、あ、でも気持ちわかるな。そう、そうそうそう、むずくないし、うん、なの多分趣味は似てるかも。やっぱ4か。そう、似てる、うん、似てる。4で4良さそうだな。じゃあ4だね。じゃあ、うん、ありだな。うんうんうん。あとなんかある、あとなんだろう。でもメタルギアは理解できなそうだしな。できるよ。ちょっとでも逆で強いんだけどな、なんかメタルギアのイメージ。あー、ギアはね、深いっすよ。深いんだ。めっちゃおもろい。めっちゃなんか、段ボールに隠れてるみたいな。知らなかった、ね。なんか、おもろい系、ギャグ系なんかな、みたいな。うん、ギャグではないけど、おもろい。お茶目なとこある。うん。うん、なんか、ツッコミどころある。テーマがね。ツッコミあるっちゃあるけど。でかい、うん。うん。でも、ストーリーはちゃんとしてるんだ。かなり。深い。そう、でも、理解できるかな、しない。逆転裁判。とか、あ、うん、あ、あ、やってみたいと思ってた。やってほしい、うん。めっちゃおもろい。おもろいんだ。めっちゃいい。合いそう、なんか推理系とか。うんうんうん。推理系いいね。うん。弾論とかね。うん、その辺の、あ、弾論やってるんですか。やってる。あ、弾論好きなら逆サイは絶対好き、うん。おもろそう。うんうんうん。さくちゃんも好きだから。あ、そっか。そう。ほんとずっとやってた、ね。なんか北海道の旅行みたいな行った時企画で、うんうんうん、もうずっとやってたもんね。へぇ、そう。逆再、逆再スマホで。何週目とかなんだろう。うん、そうね。へぇ、何週もしてもおもろいんかな、あれ。いや、おもろい。おもろいんだ。それこそ、その、ロスジャーとか、ね、もう種とか分かってるけど、あ、キャラクターを、そういうキャラクターの深掘りを見たくなる。そうなんだ。うんうんうん、そっかそっか、うん、あるよね、逆再ね、あるやな、うん、あるやな、あるやな。なんかゲームトークになってた、いつの間にか。なんでだ、盛り上がる。盛り上がるじゃんね。別に耳かきしたいとかそういうんじゃないから、やってあげてもいいから。